って始めます。じゃあ、丸ボタンを押してください。はい、はい、本当にこれ製品の頭と同等のものちょっと開発用なんですけれども、じゃあ最初からっていうところを最初から、ね、はい、選んでいただいて、はい、選びます。はい、で、はいを選んでいただいて決定で、はい、決定で、はい、今のところはタイトルメニューですね。はい、で実際に入っていくと、あ、セミの鳴き声、そして喫茶店。そうです、これもデモ版にはなかったところですね。最初のメッセージ。あ、すみません、留守番電話で失礼します。あの、本社の鵜飼です。これ真後ろまでちゃんと喫茶店がありますよ。ありますよね、やっぱりね、 VR ですからね。ちゃんと真後ろまで全部作っているっていう感じになってます。仕事してる感じは全くないですね。明日からご担当いただく生徒さんの件でお電話しました。結構いい値段するんですよ。結構ですね。宮本ひかりさん。これはですね、あのプレイヤーがどういう状況かっていうのをですね、家庭教師を派遣している会社の本社のお姉さんがですね、教えてくださっているというシチュエーションです。7日間って言ってましたね、やっぱりね、はい、それでですね先生、レッスンは明日からなんですが、生徒さんご本人との顔合わせだけ今日のうちにお願いしてもいいですか。あらら、しょうがないな。すみません、はい、留守電でお願いしちゃって。いいですよ、また連絡しますね。それでは先生、ひかりちゃんのことよろしくお願いしますね。オッケー、メッセージは以上です。さあ、そして、はい、いよいよドキ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 。いや、ここら辺はですね、一切コントローラー使わないんですよ、はい、なんで、あの手放しでも大丈夫な感じで。わかりました、はい、今午前10時、光の部屋って書いてましたね、はい、初対面です。あれ、もう部屋にいる、はい、あ、あら、ちょっと待って待って待って、逃げないで逃げないで逃げないで、光ちゃん、先に先生の方が部屋にいたので、まあ、それは怪しいっすよね。不審者ですもんね。誰？それ誰って言うよね。これでですね、はい、こう目でですね、アイコンを選ぶとですね、それで会話ができるという、コントローラー一切使わなくてよいという、はい、でもうちょっと下の方を見るとですね、こうもうちょい下ですね、こう見るとこうやって選べる、はい、OK、です。そういう感じになってます、はい、あ、家庭教師の先生？そう、そうだよ。玄関に知らない人の靴があるから変だなと思ってたけど、まさかお母さんと二人で私を騙そうとしてるんじゃ。近いよ、近い近い。これですね、首を縦に振るとですね、イエスって意味になります。ほら、やっぱり。だって私そんなに成績悪くないし、家庭教師なんて必要ないです。またまた、めちゃめちゃ近くにいる感じしませんか。めちゃ近い、めちゃ近い。え、うん、英語と数学とあと世界史。ひかりちゃんは 何年生なんでしたっけ。ひかりちゃんはですね、ここ2年生ですね。2年生、はい、うん、でも世の中勉強が全てじゃないって思います。いやいや、これどちらでも、そりゃそうだけどさ、そんなことねえべ。はい、でも家でまで勉強するなんてちょっとガリ勉っぽいし。ダメだな、ひかりちゃん。ねえ、お母さん。部屋に家庭教師の人がいるんだけど。玉置さん、はい、この子ちょっとあれですね、うん、勉強本当しないですね、こいつ。いやー、でもこのままじゃ大学どころか就職もできないっていう。本当だよ。ちょっとお母さんに怒られてですね。怒られてる。先生もそう思います。もうここのスカート指摘したい。やっぱり、うすうすそんな気がしてはいたんだけどね。でしょう。あんまりこう覗いたりすると怒られますよ。あ、でもだからこそ先生が来てくれたんですよね。あ、これ割と僕は自由に動いても大丈夫ですか。そうですよ。あ、でもそれはですね、この後のところでいっぱい自由に動けるところがあるので、あ、じゃあまだまだ我慢ですね。そうですね、そろそろダイジェストということなの で、はい、の続きはですね、製品版でお楽しみいただいて、ちょっと次の体験の方に移ろうかなと。はい、実験を、実験。あ、そうだそうだ。先生っていくつ。え、実験。好きな食べ物は、はい、休みの日は何してるの。翔平は俺です。それのことじゃないわ。ちょっと待って、いきなりだったな。忙しいから。忙しい、うん、あのね、勉強だけじゃ味気ないから先生と話もしたいなって。ダメ。
じゃあ勉強の後はおしゃべりタイムね。じゃあ先生の座る椅子、これね。音がめっちゃ近く感じませんか。めっちゃ近い。やるとなったら、そして私頑張るから。ちゃんとここに、ね、ここに足があってあるけど、はい、足がありますね。自分の足がねある方がね近さがよくわかるんですよ。ね、はい。まあ、こんな感じでですね。はい、どん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 ゲーム進んでいくんですけれども。はい、あ、これはじゃあ喫茶店に行きますか。ここもういないですよ。今いなくなったところです。いなくなっちゃった。え？次で行く。あ、でこれですね。これ電話のところですね。ですね。向井さん、お電話つながってよかったです。生徒さんのお母さんから連絡がありました。電話に出てるんですよね。メーターうまくいったみたいですね。これ片手で持っても大丈夫ですよ。片手でこう、はい、では電話みたいに持っても明日からレッスン開始でお願いします。とか反対側に持ち替えていただく。ちゃんとそのような感じになります。レッスン内容のご説明をさせていただいてもいいですか。全く僕、玉置さんの声は全く意味ないですよ。ぶっちゃけ。わかりました。はい、ご存知かと思いますが、そろ我が社では最新式のデザインのところへ。もうね、ここから先がですね、いっぱい説明があるんですけれども、はい、まあ、それはちょっと製品版の方でですね、そうか、あの姉さんからちゃんと聞いていただくということで。超残念。はい、じゃあ一回外しましょうか。わかりました。一回外しましょう。はい、あの僕この鵜飼さんにもちょっと会いたいんですけど。ですね、はい、ここ下見てください、林さん。はい、メニュー画面なんです、これが。ああ、ありますね、レッスン。で、これでこう、コントローラーを浮かすですね、こう、メニューになっていてですね。はい。で、これ自体がですね、ちゃんと立体的に浮かんだりするメニューになってるんですね。お、宮本ひかり、はい、特徴として、夏休み中の成績アップを希望しています。はい。これ、林さん、近づいたり、横から見たりしてもらっていいですか。ちょっと椅子から離れちゃう。ほら、これ立体になってるんですよ。なってる。なってますよね。はい、はい。これね、全部ね、浮いてるんですよ、これ。だって、ここにいるひかりちゃんの 2D のこの、はい、これがなんかちゃんとこう 3D モデルになってますもんね。そう、 SD キャラもですね立体で起こしてて、文字とかも、ね、見えるかな、板とかも、あ、はい、あんまり下行ったらダメですよ。偶然です。っていうようなですね、はい、ちゃんと奥行きがあるようなものになってます。そしてこれ操作なんですけど、はい、ですね、はい、これコントローラーが出てるんですが、はい、出てますね。多分バーチャル空間の中で手出してもらうとそこの位置にいるんで、はい、どうぞ。あ、今簡単に受け取りましたよね。本当に連動してるんですよ。本当だ。ここにあるように触ったら本当にあった。はい、そう。で、そしてこのコントローラー見るとちゃんと決定とかって書いてあると思うんですけど、これがボタンのガイドになってるんです。なるほど。はい。っていうような仕組みで、これは VR 用にどうやったらゲームとしていいのかなみたいなのを考えて、まあ、キャラクターの研究をする傍らでこういうのをいっぱい研究してました。なるほど、わかりました。早速ちょっとですね、その先なんですけど、真ん中のレッスン、本日のレッスン、はい、これですね、これで丸ボタンを押していただいて、はい、はい、ここがですね、レッスンの準備を家庭教師の先生としてするとこです。はい、で、一番最初はですね、3種類から選ぶ。これどん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 プレイしていくと増えていくんですけど、はい、好きな科目選んでください。じゃあまず読み解きを選ぼうかな。はい。はい、で、これだんだん選んでいくと左側にあるあの五角形のゲージがですねどんどんどん成長していって、あ、まだまだ本当最初ですもんね。まだですね全然ダメダメなひかりちゃんの状態なんですけれども、はい、ダメダメ、はい、繰り返しやっていくとですねどん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 成長していきます。で、成長していく度合いがですね一定以上満たしてまんべんなくこう成長させた度合いが一定以上にいくとエンディングがですね変わったりとかするっていう、まあ、そういう感じの。あ、じゃあ根性を伸ばした時のエンディングだったりとか、はい、見抜く力を伸ばした時のエンディングとか結構マルチエンドになってるっていうことですか。どっちかというと、この五角形の面積がどれぐらい広いかですね。なんでまんべんなく広げた方がですね得なんですよ。根性、ひらめき、見抜く力、心の豊かさ、頭の回転、この5つがまんべんなく広がって全部最低いくらい以上っていうのを超えたらですねエンディングが変わっていくっていう感じになってます。なるほど。まあ、最初はあまり気にせずにそうですプレイした方がいいですよね。そう、一応あるんですけれども、はい、でもやっぱりサマーレッスンって VR でキャラクターと出会うっていうですね体験がメインなんで、あんまりね考えなくてもですね、そうですね、全然楽しいと思います。ただまあ何回もプレイするとき、その周回プレイじゃないですけれども、はい、そうですね、そういうときはちょっと意識して遊ぶとよりいいかもしれないという感じのぐらいの勢いです。なるほど。じゃあ、はい、もうちょっと丸ボタンを押して先に行っていただいて、はい、これも、まあ、まだ最初なんであんまり選べるもんないですけど、はい、丸ボタン、はい、でこんな感じでですね、立体のメニューで、これ OK ですか？はい、いよいよひかりちゃんの家に1日目のレッスンがスタートというか。スタートです。午前10時、ひかりの部屋。先生おはよう。おはよう。先生の決めた教科の通りに勉強すればいいんだよね。そう、そうそうそう。わかった。よし、今週こそ頑張るぞ。さあどうなんだ。で、
もう目の前にいる感じしますよね。なんでこっち見て勉強してんの。でこれですね、選ぶ前にあの光ちゃんにですねこう近づいたりとかするとですね、ちゃんと避けたりとか。あ、そうなんですか。え、近づいてもいいですか。大丈夫です、大丈夫ですよ。あ、もう近づきたくないんです、別に僕はね、本当に。ちょっと避けたりとかですね。あ、ここは避けて、今集中してるから避けてくんないのかな。あ、ここチャンス、チャンスタイム。ちょっとあの今集中してるんで、はい、僕も集中します。でまあ、はい、眺めてですね、ひかりちゃんの勉強の様子を見守るのもよしですし、はいはい、であの先生としてやることはですね、この3つの中から選び取るっていうやつですね。いいですか。はい、で選んだやつによってですね、はい、あのひかりちゃんの反応とか伸び率が変わります。ほうほうほう。で3つのうちでベストのやつを選ぶとですね、ちょっとおまけでですね、もう少しひかりちゃんの動きが見れるっていうのはあるんですけれども、ね、今ちょっと多分普通だと思います。でこれでですね、はい、コントローラーを持っていただいて、はい、反抗をポンと押していただいていいですか。ポン、はい、こうやってコントローラーで反抗するんですけど、普通でした。今日のレッスンは無難な内容だったが一応満足して、まあそうですよ、だってこの子勉強したくないんだから積極的なアドバイスとかしない方がいいですもんね。そうなんですよ。なんで結構あのアドバイスはですね、あの数が限られていて、はい、であのいろいろと選んでいくとですね、あの、はい、進んでいくんで、あのいいのを選んでいただければと。なるほど、はい、でこれ今休憩中で、うんうん、休憩中に今みたいにですね、話しかけるっていうのをやっていただくとですね、こんな感じでですね、話題を振ることができます。なるほど。で話題こう好きなやつを選んでいただくと、まあ、ちょっとした雑談ができるみたいなのが休憩中に入ってる感じですね。わかりました。じゃあ選んでもいいですか。はい、大丈夫ですよ。じゃあ娯楽にしようかな。娯楽、そうすると先生からこう話を振って、どう最近。ね、確かこの辺に置いたんだけど、この辺のなんていうかこうブラスケ的なやつとかが巧妙ですよね。いやいや、あのすっごい面白い漫画なんだよ。そんなに好きないと思いますけど。また今度かしね。別に言いたくて言ってるじゃないですか。皆さんの意見を僕が代弁する仕事なので。なるほど。してますけれども、だってしてるもん。いや、どうなんでしょうね。いや、どうなんでしょう、ね、してた。あ、レッスン終了。今日はこんな感じで終わりかな。うん、そうだね。ありがとうございました。こんな感じでですね、割とこうなんか先生としてやることはですね、ちょっと選ぶぐらいの感じなんですけれども。変な感じだね。はい。あんまりジロジロ見てないよね。ジ。忘れるところだった。あのね、お母さんが来週の模試で成績良くなかったら部活やめさせるって。急にひどいでしょ。困るよ。もうこうなったら先生だけが頼りだから。あと6日間しかないけど一緒に頑張ろうね先生。初日からこの子結構グイグイ来ますね。まあ結構人懐っこい子なんですよ ね。はい、こんな感じでですね、はい、あの1日自体はサクサク終わっていくんですけども、まあ、今みたいなイベントっていうのがいっぱい入ってるっていう感じですね。はい、で、これ1日の終わりです。で今日やったことによってこう成長していくっていう、まあ、ゲーム的な部分もありつつっていう感じですね。なるほど。これ今はこの下の2つ、見抜く力と心の豊かさのパラメーターが、はい、そうですね、あの読み解きは本を読むやつはですね、その見抜く力と心の豊かさが伸びるという、そういう感じになってます。なるほど。なので科目を使い分けてまんべんなく伸ばしていきましょうねっていう感じですね。ほう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 。いろいろとこう効率的に伸ばす方法とかいっぱいあるんですけれども、まああんま最初はゲーム的なことを考えるよりも、まあそうですね、ちゃんといる時間を楽しんでいただければなというふうに。かわいいな、この動きも。ありがとうございます。はい、わかりました。これ言っちゃってもいいですか。はい、大丈夫です。こんな感じでですね、ほうほうほう、進んでいく感じですね。あ、これで今1日が終わって、はい、翌日火曜日になりますよ、はい、と。お、電話かかってきました、ね、電話だ。この電話ですね、はい、トリガーで引いていただいて、これで電話を片手に持つですね。お疲れ様です。お疲れ様です。こんな感じでお姉さんが確認のために電話させていただきました。うかいさんですね。はい、先生はスマホの指導目標っていうアイコンのアプリ確認されていますか。いや、してないですね。これうちからインストールさせていただいたもので、いわゆる努力目標みたいなものなのですが、うまくできたらちょっといいことがあったりするんです。ちょっといいこと、曖昧だね。確認されてないようでしたらぜひ一度開いてみてくださいね。はい、ではでは今日はこの辺で失礼します。はい、まあ、こんな感じですね、アドバイスをですね、はい、いろいろプレイのアドバイスしてくれたりとかっていうのも、あの普通に画面に出すとですね面白くないので、こうちゃんと VR 的に電話でかかってくるとか、うんうんうん、そんな感じになってます。なるほど。とりあえずじゃあ次の、はい、真ん中のやつですね、まあまあ進めていただいて、はい、でまた どれかを選ぶ。そうですね、じゃあ違うのでいこうかな。暗記がいいかな。はい、じゃあ暗記にします。あとはおっしゃればいいですか。はい、はい、ここら辺はちょっと細かいゲームのとこなんで、はい、はい、はい、じゃあいきますよ。レッスン開始2日目。
立ってる。先生、今日もよろしくね。はい。ちょっとさっきと違うような挨拶はですね、いろんな挨拶が違いますね、昨日と違いますね、はい、で昨日と違うことをやってるんですけど、うんうんうん、今は近づいても何も特にないんですかね。そうですね。あ、エリアンスだ、ちょっと、はい、終わりました。じゃあ、ノートどれが正解かな。反復、多分素早く反復が正解だと思います。正解、これ、この正解ね、はい、正解っぽいやつ、はい、行きたい。お、正解ですね。これ今の音で分かるんですか。あ、そうです、音で違います。なるほど。お、こうやって動きがつくみたいな。あ、なるほど。これでですね、近づいてきてドキドキするようなやつが入ってる科目もあります。あ、なるほどなるほど。だから特別なリアクションが見られたりもする、ね、はい、そうですね。じゃあ休憩ね。また反抗ペンと、はい、ボン。お、大変よくできました。科目に最適な指導方針でレッスンを行った結果、はい、より成長を感じられたようだ。はい。あ、で、選ばずにですね、はい、こう見てるとかこう眺めるシーンになってて、ここはいろんな反応が入ってて、こうちょっと近づきすぎると嫌がったりして。あ、でもちょっと画面見えそう。何？でもあんまり見るとですね、なんか用かよっていう風に。あ、やべえ、閉じられた。話をされたりとかするっていう風に。ほうほうほう。なるほど。で、ここほっとくとですね、いろんな動きをしたりとかもするっていう。まあちょっと、じゃあほっといてもいい、ちょっといいんですか。そうですね。ほっとくと多分あの、なんか不審な顔をして元に戻っちゃうんじゃないかな、うん、どうなのかな。ぼーっと見てると選択肢としては今生活とレッスンと学校っていうのが出てるんですね、はい、そうですね。これもそれぞれいろいろ選ぶとそれによって話題が変わっていくっていう感じですね。やっぱりそれぞれ選んだものによってちょっと受け答えももちろん違うし、そうですそうです、そういうふうな感じになってます。なるほど。じゃあ選びますかね。あ、選びましょうかね、はい、はい。じゃあ学校にしようかな。学校でもいいですか。はい、大丈夫ですよ。はい、じゃあ学校。学校どう最近。あ、この人こういう質問か。なるほど。興味なし。あ、今ですね、はい、あの話を振るのが遅すぎてですね、あ、飽きて戻っちゃいました。あ、飽きちゃったの。はい、もう一回話しかけてきましたね。あ、じゃあこれでもう一回、もう一回選べる。そうですね。そうするとネタが変わったりしますけど、ね、生活でしょ、生活。はい。私、朝にいっぱい食べないと昼まで持たないタイプなんだよね。まあ、そうだよね。だからちゃんと3食食べてるよ。学校ある時なんかこっそり早弁してるし。まあ、こんな感じでちょっとした会話がですね、はい、続けるっていう感じで、まあ、色々が入ってるんですけどもっていう感じでですね、はい、回っていくというような感じで一旦またそろそろ。今日はこんな感じかな。またね、先生。はい、はい、ではそろそろ、さあ、これが若干一部で噂になっているハムサンドなんですけれども、ハムサンドですね。いかがですか。ハムサンドですそうですよね。全然制服着てるのと違う感じしません。ハムサンドにショーパン、そう、ショーパンで、ちょっと裸足、ちょっとカジュアルな感じで、あ、まあ、普段着感がある感じで。あ、絆創膏なくなった。あ、そうですそうです、傷治ったんです、そうですね、よかったね、はい、っていう感じですね。これ、ハムサンドは、はい、何ですか。ハムサンドはですね、やべえ、このリアル感、はい、ひかりちゃんが見つけてきた、買ってきたシャツなんですけれども、ほう、設定的にはですね、はい、好きな食べ物、あ、好きな食べ物がハムサンド、はい、ハムサンドなんじゃないかなというふうに思ってます。あ、な、まあ、あれ、ですね、はい、これあと10分ぐらい僕これでいいっすよ別に。なんでしょうね、その感覚。そこですよ、そこ。なんか VR のゲームって、はい、ずっと眺めてるだけで満足感ありますよね。あるみんなあるよ、全然このままでみんな今のコメントがどうなってるのかさっぱりわかんないですけども、僕は今満足してますね。林さんの角度がおかしいって書かれてますよ。うん、でもね、みんな製品版買ったらわかるよ10月13日だったらわかるはず俺が今こうしてる、これで満足してる感覚がね、きっと共感いただけると思いますそうですね、それはやっていただければわかるんじゃないかなと。いや、だって普通だったらここには選択肢が3つ出てるじゃないですか。そうだ、そうですね、そうですね。でもね、気にならないですもん別に。もうあんまり視界に入ってないですよね。うそう、はい、いいかなみたいな。いやー、やばいな、 VR やっぱりいいな。これはですね、名著を読み解くを選んでいただくとですね、はい、右側、右側、あ、ちょっと読み解きます。それを読み解くを選んでいただく、はい、ちょっとひかりちゃんの美味しい動きが、美味しい動きが、美味しい動きは何でしょうか。ちょっとペンを拾ってっていう、これデモ版にもあったやつなんですけど、ありましたね。ちょっと拾うときにですね、近く感じたりとかですね、うん、
っていうものもですね、あの制服で見るのと全然違いますよね。違いますね。やっぱり全然印象がね、はい、違いますもんね。そうだ、すいません、ハンコ渡すの忘れてました。あ、はい、どうぞハンコ。はい、すいません、ハンコします。ポン。また毎回真ん中に押しますね。印のところに押してくれない恥ずか、僕今素で恥ずかしいんですけど、鎌倉時代引き出し動方針でレッスンを行った結果、より成長を感じられたようだ。印ってありましたね。全くもってガン見してましたそれどころじゃないってことですね。ファミツーさんこれが編集長の印、ちゃんと印のところ押されてるんですよね。はい、適当にポン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 としちゃう。こんな感じでこう、はいはい、あのハムサンド着てるひかりちゃんもですね、はい、あの全然こう印象が、あの同じ体験してても印象が違うっていうのがですね、うん、今回 VR 作ってて分かったことで、今までのその衣装が変わりますよみたいなのとちょっと、はい、意味違うんですよね、うんうんうん、なんか、お、誰ですか。何嫌がられてますよ。ごめんなさい。ちょっとこう調子乗るとやっぱダメですね。そうです。割とこう、あ、やっぱりちゃんとしないとダメだなって、ね、あんまり嫌がられるとですね、あの強制的に話切り上げられたりとかします。家庭教師ですもんね、はい、じゃあ何か選びますか、ね、そうですね、友達とか、はい、友達を選びます。ちょうどこの前みんなでプール行ってきたんだ、うんうん、写真見るね。この距離感ね、この距離感、みんな写真を見ないですよね。いや先生も行ってみてよ。いや違う、ここはあれなんですよ、写真を見ないで、ひかりちゃん見たいんですけれども、ひかりちゃん見たいんですけど、ひかりちゃん見るとお前何やってんだって言われるのが分かるっていうその狭間の感覚みたいなのがありますよねちょっとそこがね、実際の人間生活に近いとかありますよね。ありますよね、はい、これが自分の部屋だったらみたいなね。そういえばこれ携帯でも、これは東京ゲームショーで、ね、もうサスケさんにやっていただいたやつなんですけど、ね、あの T シャツとか着ててもですね、ちゃんと置きます。これは音楽聴くやつですね、はい、あ、ただちょっとこれはですね、あの製品版のお楽しみということで、ああ大変大変、ちょっと取られたよ、そっからあとはみんな取られた、お楽しみで、すいません、もうね時間もないし、ごめんなさい。またまた、じゃあいいっすよ、延長して、はい、切り替えていただいて、あとはですね、